まあ、一部分ね、ペタッとこう色を乗せるというよりは、全体的に少しね、色の濃淡をつけながら、こう馴染ませていくような感じに。G 団のガンプラ制作動画、リアルグレードサザビーの制作。前回から足の部分の組み立てにね、入っていますけれども、今回はその続きですね、足首から上の部分の、制作に、入っていきます。で、今こちらにねパーツの方を並べていますが、こちらに並べているのは、片足分のパーツになります。で、これは右足のね、パーツなんですけれども、墨入れはねすで、に完了してます。なので作業としては、まずはこちらのね、組み立てですね、フレームの部分だけをまずは、組み立てていきます。で、まずはこちらのね、3つのパーツ、グレーの部分をまずグッと組み立てまして、ここはねちょっとこう稼働する感じになってるんですけれども、この状態で、あとこの後ろの部分に、こちらはねフレームじゃなくてね外装のパーツなんですけれども、こちらをね、こうかな、こちらを差し込んで、この部分は外装をね先に差し込んで組み付けておきます。ちょっと奥に入らないな、入れて、よし、 OK、 ぴったりとね、はめ込むことができました。で、今度はこちらのパーツですね。で、まずはこのスラスターのね、パーツをここに差し込んで固定して、よいしょ、固定して、で、これをこのね、このフレームのパーツに組み込んでいきます。グッと差し込んで、よいしょ。で、この四角の部分ですね、この四角の部分にはこのパーツ、向きはこうですね、こちら側にグッとグッと差し込みます。こういう状態ですね。で、続いては、これはね足の付け根かな、付け根のパーツかもしれないですけれども、これをグッと差し込んで、で、両側から挟み込んで固定、よし、 OK。で、今組んだね、このパーツと、さっきね、組み立てたこのパーツですね。これを、この太もものね、部分のフレームのパーツですね。これで挟み込んでいきます。で、向きは、この向きですね。グッと差し込んで、で、この付け根のパーツをまた差し込んで、そして、こちらのパーツで挟み込んで、それぞれ膝と足の付け根のパーツを固定しました。そして、先ほど組んだですねこちらのパーツも使って、これをね、固定していくんですけれども、これはここに合わせて、このねスライドするところにこうちょっと合わせて、で、この大きい部分にここね差し込んで、グッと差し込んで、こういう状態ですね。で、さらに、このちっちゃなパーツ、これは向きはこうですね、こう向きで、ここの部分ですね、ここの部分にグッと差し込んで固定します。こんな感じかな。で、あとはこの反対側のねフレームのパーツでグッと挟み込めば OK ですね。よし、よし、 OK。 で、この後は、外装をね、組み付けていくんですけれども、ちょっとね外装はまだね、後で組み付けるとして、先にフレームの部分ですね、こちらのねこの横の部分に、接続するスラスターのパーツがありますので、これをねまずは組んで、これはこうかな、グッと差し込んで、で、これをバチンとね差し込めば OK ですね。よし、 OK。 これで、フレームの部分だけですけれども、組み立て完了ですね。で、あとはこちらのねフレームのパーツに外装をね組み付けていけば OK なんですが、その前に、こちらのね、トップコートの艶消しを、吹き付けていきます。で、フレームの部分に関してはね、こうやって組んだ状態でトップコートをね吹き付けていかないと、ちょっとねこう関節の動きがおかしくなったりね、パーツが組みづらくなったりしますので、とりあえずこういうね、ほぼ組んだ状態でトップコートを吹き付けています。で、外装の部分に関してはもうパーツの状態ですね、こういったバラした状態で、トップコートを吹き付けていきます。
トップコートの吹き付けが完了しました。それでね、今全部乾いた状態なので、これからねこのウェザリングマスターを使って、着色していきます。で、最初ねこの辺りの外装のパーツね、このマーキングシールですね、今ちっちゃくねこう貼ってますけれども、これをね貼らずにねトップコートかけてしまって、慌ててね一部のパーツだけなんですけれども慌ててシールを貼って、それからねもう一度、トップコートをねかけて、こんな感じになってます。それでウェザリングマスターはこのねパーツの端っこの部分、エッジの部分を中心に色をね、つけていくんですけれども、まあベタッとね色をのせていくんじゃなくて、こう周囲とね少しなじませながらこうグラデーションがねかかるような感じで色をね塗っていきます。でこういったね墨入れをやったところもこうねウェザリングマスターで少しね色をのせていくと、この墨入れのね黒い線自体が少しこうボケたようなね雰囲気にも仕上がりますので、そういったところも少しね注意しながら色をね、乗せていきます。でこのウェザリングマスターで色をねつけていく作業の狙いとしては、なんとなくね金属っぽい感じ、全体的にパーツがね、金属っぽい雰囲気が出るようにという形で色を乗せていきますので、まあ、一部分ねベタッとこう色を乗せるというよりは全体的に少しね色の濃淡をつけながらこうなじませていくような感じに色をね、着色していってます。今ここの部分ね墨入れをやったところに、ウェザリングマスターでね色をのせたんですけれども、なんとなくね墨入れの線がボケたようなね、雰囲気になったかなと、思います。あとこのね、グレーのフレームの部分にもガッとね色をのせていきます。でグレーのパーツに関しては、結構ね強めにね、色をのせても、基本的にはライトガンメタルなので、そんなにね色がねこう目立っておかしくなるっていうところはありませんので、結構ね思いっきり乗せていきます。その方がねなんとなくこのフレームのね金属感が出たりしますね。でこの赤いパーツにね、このウェザリングマスターの F セットのライトガンメタルですね、こちらで色を乗せていくと、なかなかねいい感じにこのライトガンメタルの色がね映えて、結構ね、金属っぽいね、モビルスーツのね外装という雰囲気に仕上がってくれるんですよね。やっぱこのねウェザリングマスターのライトガンメタルは赤いパーツとのね相性が非常にいいとね、個人的には思ってます。こんな感じになりました。なんかねこの辺とかねちょっと黒ずんだ感じ、黒ずんだというかちょっとこうね塗装が剥げたというかね汚れたという感じで、なかなかね、いい感じですよね。それではウェザリングマスターでの着色も完了しましたので組み立てに入っていきます。でまずは、太ももの外装からですね。でこれはね左右からこのね溝ですね、フレームの溝に沿って差し込んで固定ですね。よいしょ、ここもねバチッと決まりますね。そして、この下の部分ですね、こちらに、以前組み立てましたこのね足の先の部分ですね、こちらをグッと差し込みます。よいしょ、グッと奥まで差し込みました。そして今度はねこの下の部分ですね、膝の関節から下の部分の外装ですね、この辺りですね、この辺りを組み立てます。でちょうどこの関節の下の部分にこことここですね2つ穴がありますので、ここにね位置を合わせて差し込んでいきます。よいしょ、よし、グッと差し込んで、ちょっとずれてるな、あここのね下の部分にも穴がありますので、この3箇所ですね、ここを少し意識しながらですね、ちょっと位置が難しい、よし、よいしょ、よし、OK。あ、結構ね、びっちりはまる感じなので、位置のね、この調節が若干手こずりますね。で反対側も同じような感じですね。こことここと、ここ、まずはここを確認しつつ、ここね、トップコートをね、吹き付けてる関係か、若干ね、こうパーツが、こう、硬い感じにはなるんですけども、ここのね後ろ側の溝にもねこう差し込んでいかないといけないんですよね。
固定する場所が多くて若干手こずる感じなんですが、よし、しっかり差し込むことができました。ちょっとね、ここ差し込むの手こずりましたね。で、今度はこの膝の部分ですね、こちらに、まずはこの黒いパーツを下からね、グッと差し込んで、そしてさらに、この赤いパーツですね、これもグッと下から差し込んでいきます。こんな感じですかね。そして最後この2つのパーツですね、これをガチッとそれぞれの場所に差し込んでいきます。よし、こんな感じかな。で、横の部分、こちらに最後この外装を差し込んだら、よいしょよいしょよし、 OK。 これで、右足の部分ですね、組み立て完了しました。そしてもう片方ですね、左足のパーツですけれども、そちらもね、今こんな感じに組み立てましたので、これでサザビーの両足が完成しました。やっぱいいっすよね、こう両足ね、組み上がるとなんかね、これだけでもね、こう達成感がありますよ。わあ、なんかサザビーできたなーっていうね、ところで、で、このね、マーキングシールのね、デザインも、過渡期バージョンみたいなね、マーキングシールなので、これもね、これが144分の1スケールでね、こう実現できるっていうのもね、なんかいいっすよ。かっこいいなーとね、足だけなんですけどね、足だけを見ても、なんかいいなとね、本当にしみじみと思います。そしてこのね、足の外側の部分ですね、ここの部分のパーツなんですけれども、ここがね、稼働します。で、裏側ちょっと見ると、この真後ろのね、この3連のね、スラスターに比べて若干ね、このサイドのね、部分のスラスターは一回り大きいような感じなんですが、ここがね、ちょっとこう前に出しながらグッとこうね、こんな感じにね、こう開くんですよね。通常の状態と比べるとこんな感じにね、稼働してくれます。で、もう片方も同じようにね、動かすとこういう感じでね、で、これはそれぞれ外側なのでこういう状態ですね、ちょっとこうグッとね、横に広がった感じっていうのも、こうね、演出することができて、ちょっとね、こう、まあ、ポーズを取る時にもよるんですけれども、足を広げてね、こうちょっとこうアグレッシブにね、動いてる感じ、多分ね、サイドのスラスターなので、これでね、まあ、ちょっとこう横移動というかね、こういう感じでね、グッとこう移動する時にここのね、スラスターの向きが変わると思うんですけれども、こういうね、そういう部分というかね、そういうポーズも再現できるということで、まあ、この辺がね、ちょろっと動くっていうのがね、またね、嬉しいんですよ。で、こういう細かいね、ギミックもリアルグレードのね、まあ、醍醐味の一つなんですが、こういう細かいギミックがついてるにもかかわらず、この足のパーツね、全部ね、まあ、頑丈というか、パーツ一つ一つがね、こうしっかりしてまして、こうなんかね、どっか触ったからとかね、ちょっとこうね、こう動かしてみたからといってパーツがポロッとね、取れたりするような箇所はね、一つもないですね。まあ、僕がね、トップコートのね、艶消しをかけてこうギュッとね、組んでますので、それで多少ね、こう普通に組むね、組んだ状態よりもパーツはね、こう固くね、組み立てられてるっていうところはありますが、まあ、それを加味してね、それを考えたとしても、パーツ自体のね、まあ、組み上がった感じの頑丈さっていうのは、もう、HG とかね、と、こう、HG に引けを取らないぐらいのね、こう、安心感がある、雰囲気があります。で、今回でね、両足組み上がりましたので、次回は腰の部分ですね、腰の部分の、組み立てをね、またやっていこうと思います。